Ladies and gentlemen. 8月5日週末金曜日時刻は4時を回りましたアジクータラジオ生放送の時間です週末金曜日今日のお相手は DJ モーリーと ですはい今日もよろしくお願いいたします。しお願います8月に入って最初の週末金曜日というところですけども、ちょっとこう、天気がね、今週末また怪しいのかなという予報が出てますけどもね、そうですね雨ふんの久しぶりじゃないそうですね、ずっと晴れてたからね。あの、今日なんか最高気温が30度ということで、あれ、お家の中にいても扇風機つけなくても、窓開けたら涼しいやみたいな。 そ時間もありましたね俺も久しぶりに車クーラーなしでこっちまで今日来ましたよ。あそうですか。いるだけどちょっとねなんか我慢できた。あそう。我慢するぐらいの手はあったけどクーラーそれは涼しいんだろうけどなんかね最近ちょっと気にしてて燃費の方まあいいなこういうのなたまにはなるほどちょっと暑かったけど燃費気にしてる燃費気にしてる早速早速気にしてるいやいや燃費大事っすよやっぱどうですか燃費 いいと思う、うん、やっぱ前の車に比べたらおお<ー>でもちゃんとまだはかれてないのよ満タン入れきれてないんで満タン入れてやってみて一応は出そうかなみたいな、うん、そうそう満タン方でいこうかなと思ってるんですけどなるほどねまだ満タン入れてないんですよ満タン3000ぐらいですかね <laughs> かな<ー><ー>3000ちょっと超えるかもしれないけどうん、うん、分かんないですけどあ多分40リッタータンクかな なのでカラかカラらカラ入れると3000超えると思うんだけどもなんかこういろいろね店舗によってはこの時期に入れるとトイレットペーパーが2つまた増加されるとかあるなそんなのありますねあれ助かるんだよなティッシュペーパーがよく当たりますよはい当たりみたいなのが出てきてあそうですかティッシュばっかりもらってるもんずっとティッシュペーパーティッシュばっかりもらってばっかりもらってるばっかりもらってるだって当たりがティッシュだけなんだもん <laughs> ああいいうの嬉しいです今日たまたま行ったガソリンスタンドで液晶パネルにタッチして入れるところだったんですけどなんかこうレシート取って帰ろうかなと思ったら。うん ルル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 みたいな。ああ、あるね、あるね。なんかこう、当たりくじをなんて回してるみたいな。デジタルでな。そうそうそう。で、ハズレだったんだけど、なんかああいうの楽しいですね。ハズレですけど。あの、いくつになっても、ああいうのは真剣に見るよ。なんでですかね。自動販売機のジュースの当たりを最後まで見るみたいな感じ。よ九九九八とかね。絶対ですけど。当たったことないの、俺一回あるわけよ。あ、そうですか。エフエム口座の。 入り口ああこっちにある販売機で一回当てたことありますよ、僕。お<う>当てたら当てたで騒ぐな。どうなるの、うん、当たったーってなる。あこの自販機自体ど,どんな感じになるのあなんかデコレーション変わるとか、うん。なんかね、なんか音が鳴ってた。パンパカパンじゃないけど、えー、なんかそういう的なおめでとうはいおめでとうみたいな感じのやつが。いや、でもちょっとね、<laughs> 俺、そういう当たった人ともあの瞬間を見たことがないわけ。あそう、うん、いや驚くよ だろうなあのあのスタッフ1人呼んで好きなの押していいよっつってちょっとこう動,揺して動揺した <laughs> 片言で。 あげましたよわけ分からんくなるだろうなびっくりするね確率が低すぎてたまにさ自動販売機でハテナのジュースとか売ってるわけ何が出てくるでしょうな怖いなあんなのよいまだに気になるからね何が入ってるか買ってみようかなとかいやよう変わんなそういうのは昔のガチャガチャみたいなもんで昔のガチャガチャ何回やっても匂い玉しか出てこない時あっいやこれ匂い玉のガチャガチャやしみたいなスーパーボールいつ出てくる番みたいな確率ね まあ、多分宝くじとかはもちろんの話ですけど、うんはい、これよりももっともっとすごい確率なんですよね。いやまあそうでしょう当たる人いるって言っても<ー>なかなかね<ー>そうですかまあそこで当たればラッキーぐらいのもんじゃないですかもう大ラッキーってとこでしょうね。うんうん さあ、週末金曜日、まあ今日はオリンピックの、えーまあ、先駆けということで、うん、あの先駆けて、明日開幕なんですけどもね、はい、リオデジャネイロが、うん、日本対ナイジェリア戦がサッカーを行われまして、ね、スコア見てびっくりしましたねいやー最初からね、初戦からなんか、すごい点の取り合いで、5対4、結果的に,、ね、には、はい、ナイジェリア勝ったんですけど、そうですね、惜敗ですね。 すごか見た,、ねね、た,たいね、両チーム、た、うん、分あんなに5対4とかのサッカーの試合、あんまないもん <laughs>、まあ。ナイジェリアに対して4点取るのもすごいですけど、うんね、日本もまた5失点っていうのもね、ちょっとね、悔しい結果ではあるんだけれども、うんまあ、日本の,その代表の攻撃力というところにまた、はい、期待したいですね。また後ほど、そういったスポーツの話題もお送りしていきたいと思います。 アジクータラジオを週末金曜日今日のオープニングはレミオロメンの「もっと遠くへ」。 今日のオープニングはレミオ路面でもっと遠くへお送りしました。この放送はお母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディスクリニック、株式会社ティーダカンカン不動産の提供でお送りします。 さあ、アジクうたラジオ、今日も沖縄市中央パーカビニュー入り口から生放送となっております。さあ、今日の番組のテーマですけれども、オープニングでも少しね、えー、まあ、くじ運とか、まあ、当たりの話をしたんですが、うんえー、まあ、じゃあそのまんまで、それでいこうか。くじ運いいですかっていうテーマにしようかな。あくじ運いいやつ、周りにいるかね。まぁ、あ、披露への二次会のビンゴゲームで、まあ、高額じゃないけれども、一頭二頭が当たるとかね、 当たる人当たるよな。たまにいますよね。あなたも結婚式の、その自分の結婚式の二次会。うん、結構太っ腹でしたね。 あそうですか、うん、もうね覚えてないですねあんまりね覚えてないのお酒飲んでないですけど覚えてません <laughs> どういうことだそれはい <laughs> あそう舞い上がってたのかな、はい、うんまあ緊張でしょうね多分ね <laughs> あなたが緊張するとは思えないんだよな俺はどうしても <laughs> 見たことないようまあまあだから盛り上がりましたでもあのトースターとかしか僕当たったことがなくて、うん <laughs> トースターまあ嬉しいけど一応優しいいけどその景品のチョイスどうかと思うけどああそうまあビンゴ大会なんかやると当たる人はまあ当たるよね当たりますねんかそういったパーティーなんかのビンゴ大会をやるんですけど司会とかでやると結構ね女子が当たる率高いのよそうですかやってる方は嬉しいけどね男がやったっていうよりも女の子がねキャッキャする方が なるほどなるほど <laughs> 俺は男だからそう思っちゃうんだけども結構なんか女性の方はくじ運がいい方いらっしゃるような気がするなんとなく男で「俺くじ運めっちゃいいぜ」とかいうやつ聞いたことないだろそうだねう <ん S 2> いたとしたらなんか「はあ?」ってなるな, <laughs> な <んか S 2> 逆にな <laughs> 言ってみ何が当たったばみたいな感じなるほどしな,るほどなんかなんかね、うん ま、その辺の、こう、景品とか二次会等のね、あの、くじ雲でもいいですけれども、うん、ま、宝くじ関連だ。 関連だったり、あ、と学生時代に、部活やってて。えまあ、キャプテン、副キャプテン任されていて、試合のこの中世の時にね。あ、はなるほどな。まあ、僕ら、バレーで言ったら、速攻三里工業と西原に当たるみたいな。そんな感じですからね。苦情ないな。苦情ないなってなるんですよね。そういうところもあるな。確かにな。まあ、いろいろ、だか宝くじこんぐらい当たったぜみたいの、ちょっと聞きたいな。まあ、うわ、噂というかね、あの知人とかでもいいですからね。うん。 知り合いの方が2頭当たったらしいぜみたいなね、うん、あまああの匿名でもいいですよはいメールアドレスですぐああの探すけどは <laughs> 何を探すんですかこの匿名誰かなあつって <laughs> 検索かけるってことです、ね、検索かけるけど、はい えー、今日の番組のテーマくじューいいですかこちらでメッセージをお待ちしています、えー、メール761 fmcoza.jp 761 fmcoza.jp でお待ちしております、はいえー、今日もですね USD とツイケスの配信もやっておりますので皆さんもどちらからか参加してみてくださいよろしくお願いしますさあ時刻は4時16分になりました続いてのコーナーいきたいと思います、えー まあ今日の長官からね、えー、いい話題をお届けしていきたいと思います。メッセージのコーナーです。 さあ今日もやってきましたメッセージのコーナーですこのコーナーはアイレディースクリニックの提供でお送りしていきますえっとねこれ結構大きな話題だと思うんですけれども、うんえー、膨大な医学論文を学習した人工知能、えー、AI が診断が難しい60代の女性患者の白血病を10分ほどで見抜き東京大学医科学研究所に適切な治療法を助言 女性の回復に貢献していたことが4日分かりました使われたのはアメリカのクイズ番組で人間のチャンピオンを破ったアメリカ IBM のワトソン東大は昨年からワトソンを使ったがん診断の研究を始めており東条教授は AI が患者の救命に役立ったのは国内では初めてではないかと話しています他にもがん患者の診断に役立った例があるということです 人工知能 AI は物事を学習し考える能力を持つコンピューターのプログラムチェスや囲碁で人間に勝つだけではなく今後は医療への本格応用が進んでいきそうです女性患者は昨年血液がんの一種である急性骨髄性白血病と診断され胃科検に入院2種類の抗がん剤治療を半年続けたが回復が遅く肺血症などの危険も出ました そこで、がんに関係する女性の遺伝子の情報をワトソンに入力すると、急性骨髄性白血病のうち二次性白血病というタイプであるとの分析結果が出たそうです。ワトソンは抗がん剤を別のものに変えるよう提案。女性は数ヶ月で回復し退院、現在は通院治療を続けているということです。東大と IBM は昨年から、 がん研究に関連するおよそ2000万件の論文をワトソンに学習させ診断に役立てる臨床研究を行っているということです。うん、はいということで、えーまあ、その治療法等とかあと薬の処方とかも,あもうこれがいいんじゃないですかということで、うんえー、変えて、まあ、回復に向かっているということですね、はあ、すごいね。 AI っていうその人工知能を搭載したまあロボット、うん、と言われるものは意外ともう僕らの生活の身近にあるんですけれども、うんはい、やっぱりこれがもう突き詰めればこの医学のね医療の現場で活躍できる時代になってきたっていうことだよね。ですよね。素晴らしいい進歩だと思いますねまああのー、そのそまあ いろんな体の、ねうんえー、悪い部分を見つけたりとか、うん、またこう手術するとかっていうのもやっぱこの機械なんかも使われてきてますけど、うん、またこれまたこの人工知能の、まあ、言えば AI ロボットがこういうのをこう見極めるっていうのもまたすすごいでね、うん、これねなかなか難しい話だと思うんですよ。うん、本当に機械が診断したことを人間が信じて、うん、それにのっとって治療を進めて人の命ですからね。確かにね そんな簡単な話ではないと思うんだけれども、うん、やっぱりあのどっちかに偏るんじゃなくて、うん、人間の今までの経験知識とロボットの技術を合わせて、うんうん、今後の医療とか現場にこう、うん、活用できれば絶対いいよね。そうですね。だいたいコンピューター作ってるのも人間なんだから、うん、なんかそういったところで何か？ うまくもっと広がればいいですね嬉しいニュースですねそうですね少しね、こう明るくなるようなそんな話題ではないでしょうか今日の長官琉球新報の、えー、社会面の中から紹介をいたしましたメッセージこのコーナーはアイレディースクリニックの提供でお送りしました さあ、4時21分になっています。FM 小座のスタジオから DJ モーリーと、イラミナセイキです。さあ、今日の番組のテーマですけれども、はいえー、くじ運いいですかうんはい、こちらでやっております。どううん、よくないっすね。ほぼ僕、ビンゴの時なんか、真ん中のフリーだけ開けて、あと何もしてないですからね。<laughs> 本当に。<laughs> 終盤番号聞かないタイプだな <laughs>。はいはいはい。<laughs> 一応は「へーダブル D1 だよ」とかっていう人を見て「へーって言ってるほとんど当たらんと思ってるから寂しい男め本当に当たらないこれビンゴ当たる人当たるってさっきから再三言ってますけど俺も当たらないんだあというかされビンゴさ正直な話ですよ当たりたくないんでよ正直もらえるでしょ景品が D1 になったらドキドキしてしょうがない いやあのそのドキドキスイッチどこについてるかマジであのー、普段ヘラーとしてるくせに前に出ないといけないさいやまあまあそうですけどでしかも一等賞とか上になればなるほど注目集めるさ、うんうん、まあまあまあちょっとねあれめっちゃ嫌だっけよ, <laughs> んでよでダブル d チとかって言っても絶対あの本当は新ダブルなんだけど <laughs> あのそんなの言わない手上げないあ手上げないあげないあ <laughs> げないじゃあもしビンゴ来たらどうすんの、うん、一応もうそっと手あげるわけ 場の空気見てる。なんで今大丈夫そうだなと思ったら。言っとけや。手上げてる。お前、1位でビンゴ当たったらもう、みんな、わ、はいはい当たりました、ビンゴ、ビンゴなんつって。もう本当に俺、あれが嫌だわけよ。なんで嫌でしょうがなくて。一応、そうなったら、周りの1位取られた感はもう否めないよ。みんな、なんでアニヤが1位ってるボアみたいな。<laughs> みたいなのは、目はあるよ、確かに、上から見てたら。<laughs> でも、この商品が、例えば、あのー、アメリカ、ラスベガスとか、はいはい、メジャーリーグの試合を見れるとか、観戦、うんまあ、チケットとか、その辺になってきたら、<ー>多分手上げると思いますけど、ものによるってことか。ものによりますね、でも。ああ、でもな、でも最近のビンゴの、その大会の景品なんてすごいよ。すごいですよね、うん。その県内のリゾートホテルの宿泊券だったりとか。うんうんうん まあゴルフ多分でできる件だったりだそれいろいろ、ね、あ,ありますからねまあ欲しいの狙ってやるっつうのはいいのかもわからんけどね、うん、まあちょっとそれがいいのかどうかあれですけど、うん、まあでもそもそも当たんないと意味ないからなそういう余裕もかませないっつうかね、うん、なんかこう、まあ、そういうビンゴ的なのもそうだし、うん、えここでいくらか以上買い物をしたら 1>, うん、うん、1棟から2棟から3棟からあって1棟はフェリーで。 うん、どこそこ行ってとかあるじゃないですか <laughs>、まあまあ、米俵が当たるとかあ,あるあるあるああいうのも全然当たったことがないな <laughs> この間コンビニ行って買い物しましたら何百円かな700円以上お買い上げの方にくじを1枚引いてもらっていいですみたいなうん、うんね、たまにコンビニやるじゃないですかほうほうあれでね、あのー、洗濯洗剤当たりまして洗濯洗剤、えー、ちょうど買い物頼まれてたんですよおお ラッキーと思いましてですね<う>。まあもう洗濯洗剤代はもう僕の小遣いになったわけなんですけれど。でもコンビニで700円以上使ったってことですよね。あ、はいはいあ。まあそれはもうあの必要なものを買ったので、プラスアルファで洗濯潜在当たった。ラッキーですね。たまにね、そういうのあると嬉しいよね。あ<ー>まあちょいちょい当たるのは当たるけど、でもおっきいのは当たったことないな、うん、肝心なところで絶対当たんないな。ああ、ここぞっていう時にね。あだからさっきあなたが言ったように、そのビンゴ当たりました。はいはい、一等ですって。はい 俺もなんでよとは言ったものの、うん、俺もいけない気持ちちょっとわかる。あ、そうですか。恥ずかしい。<laughs> 恥ずかしいよな。で、司会者にある程度いじられるさ。<laughs> いじられるな。絶対嫌だな、俺。だって、もう、俺たちもさ、もしそういう場で、あの、出てきたらお客さんがいじるじゃん。はいはい、はいはいはい。ほ当とね、やめてほしい。<laughs> <laughs> 俺たちやるのはいいけどやられんの全然 <laughs> 慣れてないっつうの何なんだろう,う、ね、不思議な感覚に陥りますけれどもあ,<ー>あれちょっとあのね手早く終わってほしいだからあの「おめでとうございます、うん、お名前とご関係一言どうぞ」みたいなふりをするわけですよそんないらないですみたいな。 名前だけで、もう名前もいらないぐらいですみたいな。そうだな。おめでとうございますだけ言ってもらっても、そ、そそくさとも帰りたいです、僕は。やばい、もう今後の視界に影響しそうだな。<laughs> 影響する。あの、ほんとね、身の振り方考えるよ、そうだよな。長くいじる、その、あれや、ダメだよ。そうだね。怖いよ、や。うん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 。<laughs> まあ、わか,かるんですよ、すごく気持ちはね。わちょっとこ、今後にまじで、 影響するな。うん。よし、考えよう。<laughs> 考え直そう、もう一回。そこでさ、はい、もしよ、俺らみたいな視界が、ちょっとボケるとするじゃん。はいはい、お客さんに対して、おめでとうございます。あいつも当たってるんですよね、みたいなこと言うとするじゃん。うん。冷や汗かくよ。<laughs> <laughs> こいつ何聞いてきてんのみたいな。 何時間稼ぎこっちで始めちゃってんのみたいなのに <laughs> なりますからやっぱこれ考えないといけないわけなんですよそうですね気をつけていきましょうお互いね、はい、<laughs> さあツイキャスの皆さんもいろいろあると思いますがす、ねえーえー、テントさんから早速小心者 DJ 加えて、はい、二人の会話がちっせえなってきてますね本当と度胸のない二人がやってますからね <laughs> <laughs> なんだかなって感じはするけどなでも当たる人はちょっと羨ましいけどねはたから見てたらねいや結構ねやっぱり、うんあのー、持ってるんでしょうねそういう意味ではねあま,だまあそうだろうなまあ1、うん、回だけじゃないんじゃない い何回も当たってると思うよ。<ー>宝くじだって当たる人何回も当たったりするんでしょ。言うからねまたね、うん。さっきの機械のそのロボットの AI の話じゃないけど、うん、その宝くじの当選番号を予想するロボットとか出てこないのかね。あ,<ー>ああ穴も産ん,んだからどうしようもないんだろうけど。あのロトシックスえ違うんナンバーズかはい、はい、とかはなんかその番号が出るんでしょ。うんうん、なんか機械で。 あ,あ,あなんかこう電卓みたいなやつでしょなんか何か何かもう過去の,その当選番号を分析して次回はこれだみたいなのが出るわけ俺それ信じて何回か買ってるけど、うん、1一個も合ってない時あるからな <laughs> あこれどんながいいんだろうね、うん、なんか絶対本当の数字を知ってるやつがあの悪だくみをしてるに違いないと思ってる。 あそうですでもそれぐらいの確率ってことですよねまあ言ってもねいやもうほとんど当たらないさっていうレベルの世界でしょうねうん、うん、まあそうなんだけどな当たりやすいやつだったらさ、うん まあ変な話その宝くじの当選金額も知れてるわな当たりにくいところで当てるから高額当選みたいのがあるもんでまあそれは仕方ないんだろうけどでも当たりたいさあメールも来ておりますけれども青の軍団さんチースモリーおなめくらあなめう今日はどこなめてきたのかということでまずなめうからちょっと聞いていきましょうかね説明しましょうかはいはいそうですねまだ明るいんですけれども僕イラミの一揆でやってますけれどもうん なめぞっても言われてるんですよ。あ,ある、ある方からは。そ,まあ、そうですね。ほうほうペロゾウとも呼ばれた。ペロゾウとも呼ばれた。<laughs> まあ、こんな感じでいいです。だからそれなんですよ。それ。<laughs> だからそれなんだよ。だから。<laughs> 当たったやつ、舞台に上げて、いじるなっつう話なんだよ。だから <laughs> あ、そういうこと。ですね <laughs> まあ次の、早くや。えー、<laughs> して、オリンピック開幕前にサッカー始まってるや。うんうん、てか、日本代表よ。 4点取ったけど、まさかの5失点。うん、しかもナイジェリア代表、昨日しかブラジルに入ってないんだろ練習していないチームに負けるってありえんだろ、えー、次の試合はコロンビアとだったうん、うん、ほぼ地元さはね、今日カット感とダメだったんだけどやーということでいただきました。ちょっと惜しかったけどななんかアメリカからね、うん、あのー、今回またこのディオに入るっていうことで、はいえー、試合開始の7時間前にディオに入ったっていうね、う <あ>ナイジェリアの皆さんということですけれどもなだ入りたてだないやまあそういうね、あのー、コンディション具合ももちろんあるでしょうけどうん、うん、ただやっぱり強いですね本当にね強いよ今回その日本のグループちょっと何グループか忘れましたけど、うん、えっとそのナイジェリアでしょ、うん、コロンビアでしょ。あ<ー>もう一個が <laughs> スウェーデンか、なんだかな、市のグループみたいなのが、毎回あるじゃん、大会の、そんなグループなんですよ。だから、まあ、ちょっとね、日本、ここ、勝っときたかったけども、初戦っていうのもあるからね、でも4点取ったっていうのを、とりあえず残して、5失点はもう忘れて、次の試合に向けてほしいけどね。個人的にはさ、楽しみだけサッカー日本代表、いろいろ言われてますけど。 あの点の取り方とかさ、うん、なんか今までのなんかこうサッカーのパターンというかうん、うん、ちょっと覆してるような気がしててあのアメリカのあまあアメリカじゃあの なんかそのスマートな点の取り方もいくつかあったんでいつも日本代表ってごちゃごちゃってこの乱戦からこうボールがころころ入るゴールみたいなのが多かったですけれども最近はそういったのを狙ってちゃんとシュートで決まるみたいなのが、ね、見えてきてるんで僕はちょっと期待したいけどね。点数取られましたけどそう、ね、これをさっーいてね取られない犬種を守って 1>,、うん、で1点2点守り抜くみたいなね,ね。なかなかかちょっと ではあるけどまあちょっと今日負けたばっかりだからなまあでも切り替えていきたいですねはいはいさあそしてこちらもいきましょうラジオネームワオのカオリーさんモーリーさんイラミナさん皆さんこんにちは今日のテーマくじ運くじ運はね私はないかな抽選とかよく当たったりするけどさ宝くじ旦那と勝ったけど当たるかな1一回でいいから高額当選してみたいなしたら2人にも好きなの勝ったらいいさって言うかもね 多分ね言わないんじゃないかな言わないだって忘れるでしょメールも来ななくるでしょう当たった途端高額当選決まった途端メール来なくなるとあジラジなんて聞いてる場合じゃないもし当たったらの妄想してしまうねお二人さんはもし宝くじ高額当選したらどうするということでねえ宝くじ勝った時点でもうそのこと考えるからね一応ねああなるほど当たったら何買おうみたいなどうしようっていうねほうほうほう 昔はもう車買おうやつさとかすぐ物に行こうとしてたんですけど最近はねアパート経営したいなと思ってるいきなりないきなりなアパート建ててアパート経営で俺は暮らしたいああ家賃収入でエロ管理人になるっていうそういうの女子限定の一人暮らし用のアパートを建てるもう逮捕されてほしいですね本当にいやいきなりマンションですかまあまあアパートからかなとりあえずアパートねうんうん建ててなうわいや 女子寮でもいい<そ>女子寮。そんな度胸ないな。<laughs> ないか。絶対ないな。ないか。うん、<laughs> でもや、舞台上にも明かれんぐらいだからな。<laughs> <laughs> ビンゴも当たって当たったって言えないぐらいだからな一応さな,なんかやっぱりお金を受け取る器っていうものがあるみたいですね器あ器ああ,器あ,あそういうのあるわけだっていきなりあの支えきれないぐらいの,んの金額がドドンとやってきたら、はい、どう使っていいかわからないからいやまあそりゃそうだよなだそこをねちゃんとこう器を持ってる人だったら <laughs> それをこう資産運用して活用して<ー>こういう形で増やしていこうとか ああさらに増やすみたいな方向があるわけだ、うん、とかあるんじゃないその観点なかったなまずどんぐらいか分からんし多分ね一回その当たったら銀行にすぐ預けるとは思うのよ、うん、思うけど一回家にも持って帰りたいじゃん,うん、うん、そんな大きいカバン持ってないします俺さ披露宴の時にい、うん、えば祝儀をいただいたわけですよ 8名ぐららいの方々からかなうん、うん、それを一つのバッグに入れるんですけどうん、うん、ああの袋のまんまだそう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 ままでそその披露宴が終わってから家族に預けたわけはい、はい、で、えー、二次会に行く間に実家に行って仏壇の前で計算をしたんですよ ああ、その、まあ、袋から出して。もう、披露宴からも数日後には、もう言えば、支払いがありますから。ああ、そっかそっか、式場にね。そうそうそう。うん、で、その間のこのカバンを、車に置いてるんだけど、うん、移動中さ。<laughs> 本当によ、もう器がないんだ <laughs> 怖くてからよ、この金額が。<laughs> ね、カバンにさいつもおなじみのなんか娘のさ保育園に持っていくようなカバンをそのまんま20にも30にもあのバッグに入れてからやってたんだけど怖くてからとってもその金額が金 <laughs> まあ言っても大金だからな大金だから分かるけどもでそれでこう祝儀をね開けては数開けては数え 誰がいくら入れたとか、こう、ちゃんと書かないといけないんですよ。<laughs> まあまあ、そうそうそです、ね、でやって、もうその積み上がった札束を見たときに、これ早めにもう、早めに本当に渡そう、渡そう、当日渡したいけど、本当は。それぐらいよ、もうちょっと、器が、やっぱり、 まだ小さかったんでしょうねいや、ま、なかなかそんな大金を手に取ることないですからねそれゃ緊張もするのわかるけどそれぐらい大丈夫だろう。家にも置いてあんだしさ、ま、車はちょっと心配かもしれんけどでこの仏壇の前だけてるときに<ー> 1> おいっ子とかめいっ子が仏壇の周りとか遊ぶわけもうよ破ったらどうしようとか <laughs> このお札の上で遊んだよとかしたらそこ <laughs> もめいごさとかなんか 周りに,にちょっと貸してこのお金、みたいなこと言った日にはもう、お前この野郎、みたいな。<laughs> 神経ピーピーしてますからね、そういう時はね。ああそういう時くらいは神経になってもいいのかもわかりませんけれど。そういうのはもう早めにも支払いをしてとか、<laughs> そうね。そういうふうにやっていきたいので、こういう高額当選した時って多分人間ってまずそういうプレッシャーから。<laughs> ちょっとそれの流れで性格変わりそうだよな。うん、本当に。 なんか本当に厳しい人になりそうな気がかああまあまあまあ、まあ、なったことないから分かりませんけどもあれじゃないまず飲み会の席の割り勘の端数は受け取らないとかじゃないうん、うん、<laughs> 嘘だろマジであの大体いい5,000円出すとかじゃあ一人今日2600円なっつったら速攻5,000円払うみたいなあれ5,000円出すよみたいな <laughs> ありがたいけどやさこなややんだわみたいな <laughs> 俺,俺はそこでかたくなに「ダメ」って言うタイプあダメっていうあのもしこ,こいつが金持ちで当たって調子乗ってたらはダメっていう <laughs> 俺は断るタイプ <laughs>、うん、あラッキーじゃなくて<ー>いやもう2600円みたいな,なああ そういうところでねだんだん人間がまあ変わっていくとかっていうのはね言われてますけどね、うん、一応ねまあね、うん、まあどうなんでしょうねちょっとこれ皆さんのそういった宝くじ話も聞いてみたいもんですけどねそうですね、はいえー、ラジオネームひろしさんはい、えー、ハイサイモーリーさん人工知能すごいですね、うん、えー、イラミナさんも思っているけど、はい、人工知能のエロい妻も作ってほしいですね <laughs> 今日のテーマ「くじ運ですかくじ運いい方ですよ」ということで何で俺が思ってること知ってんだこれいやいやそんなもんそんなもん機械でしょ機械でしょっていう言い方はちょっとあれかも分かりませんけどもまあまあそこはねちょっとね例えば家事をしてくれたりとか家政婦的なお手伝いロボットみたいなのがお手伝い エロロボットみたいのがいいいたらちょっと嬉しいではあるよ、うん、いやでもよ絶対よ今後、まあ、こういう世の中ですから、うん、新聞載ると思うよあ<ー>人工知能とちょっとこう喧嘩してしまってとか事件になったとか一回僕らあの携帯のね、はい、シリに喧嘩を売ったことあるじゃないですか二人で<う>まあ惨敗でしたけれども<う>ああいうの考えたら本当すごいと思うよねうんあのーまあ、言っても人うん、まあ、いろんなこと知ってるから、うん、どうせ。 何言ってても多分ねいずれ勝ななくなるわけですよだら僕らはねあの何だったありありありっていうその記憶の忘れとかがあるさ <laughs> 本番中に絶対出てこないな出てこないとか <laughs> でもいえばそういう人工知能のいえばねプログラミングサイトロボットは、はいうん、もうすぐあるでしょもう間違わないんですよ検索かけたらっていうことでしょうねだって僕らもその喋りながら、うん、あのググったり、はい、情報を伝えるときに調べるじゃないですかそれ言っても コンピュータータの情報言ってるるるだけですからねあーななほほどなるほど、うんまあまあ、元を返せば人間が落ち込んだ情報なのかも分かりませんけども、うんうん、そういった意味ではもう勝てんよね絶対ね勝てないでしょうねあれだぜラジオ番組だってロボットがやった方が絶対面白いと思うぜもう何聞かれてもな分かるもんなパッとな天気予報もう超あの今の天気予報何回も言うはずよ今の天気予報、うん、ただいま湿度 82%いえ83%みたいなも, <laughs> もう病気さみで言っていて訂正訂正、まあ、ちょっとそんな番組面白いかどうかっいう話ですけどあまあでもこれからのね生活にこうやっぱりロボットが入ってくるっていう時代も近づいてくるかもね、うん、まあ便利になってくるのはもう間違いないからなまあ車なんかもねあ<ー>あのやっちゃい日産的なところでいけば <laughs> ちょっと待ってくださいえもう一回もらっていいですか今のいやもうこれもう <laughs> これはもうもう。<laughs> 今、若干真似した節はないですかええそんなことないですよ。地声でいきましたよい。いつもより低く感じたのは僕の気のせいでいいんですかそう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 。あ、そうですか。ああすみませんああ。続けてください。よっちゃんにさん。<laughs> 言ってるじゃねえか <laughs> <laughs> さっきより似てんよや、そして。<laughs> <laughs> あれなんかも <laughs> 言えば、自動で運転,運転してくれるってことでしょあ,あるよね。 まあ楽っちゃ楽だけどな昔の映画で見たことあるな、うん、自動運転で目的地まで連れてってくれる車はいはいはい、はい、こんなの怖くて乗れるかやって思ってたけど、うん、今だったらちょっと試しで乗ってみたいなまたそれが当たり前になっていく時代が来るかもね、うん、分かんないけど駐車のサポートなんかもね、はい、ある程度こうやってくれたりとかもあるしな<ー>あれはいいな そういうね、ちょっと怖いけどないでしょなそうなんだよなまあまあまあちょっとへもう慣れないとね、うん、こっちもね、うん、さあ「昼間の奥さん」から頂きました、はいえー「懸命に芸能人なのに引っ込み事案」っていうタイトルがきてますね「うん、はいたい昼間の奥さんよ」はああ洗濯やればよかった今朝浮遊したな <laughs> 夏なのにそんなこんなで真っ白なスタジオのお二人さんこんにちはさあテーマ「くじ運」 結果の遅い宝くじよりも削ってすぐわかるスクラッチの方が好き。ね、でもちょっと豪華なハンバーガー食べれたのになぁと後悔する人です。モーリーさん、芸能人なのにビンゴになって前に出るの嫌ってわかる、私も嫌。 暗がりでカード配る係でいいということが <laughs> <laughs>。暗がりでカード配る係 <laughs> 暗がりって <laughs>。<laughs> まあ、だいたい2次会とかでそんな感じ,じゃないですかまあ、暗いけどもね<え>。ね。ええー、あ、そうあ<ー>あ。まあ、スクラッチね。スクラッチは確かにお手軽感はあるよ。あ、そうですか。うん。もう<ー>やってた時あるけど、うん、あの、1回、スクラッチ。はい。1枚買って5000円当たったんですよ。はい、でかくない これはででかいすねびっくりしたあのー、スクラッチっていろいろ種類あるじゃないですかあるんですよでそれでなんかねその模様が揃わなくてもなんかのマークが出たら<お>もうそれだけで5,000円とか3,000円とかみたいな,<ー>なんかそういうスクラッチもあるんですよたまに出てくるんですよそれでその5,000円当たりマークがピョンって出てきて<お>でも何でしょうね変な友達と行ったんだけど 1>,、うん、1枚で5,000円当たって僕内心もう超喜んでんだけど、うん、よっしゃ。

はいということで久しぶりになんか聞いた感じがしますねいいですねいいし久しぶりだけども、うん、なんでまたウルトラマンだば急に急にうんいやちょっと聞きたくなって <laughs> わがまま DJ め <laughs>、まあ、いいですけど <laughs> なんかこう昔のやっぱりこの <laughs> 映画の主題歌とかさ<ん>挿入歌とかって今聞いてもやっぱりかっこいいですねいやーかっこいいなわ、ね、かるなーうん あれ今 BGM 何ですかこれえっとねウルトラマンレオウルトラマンレオタロウとかねいろいろこういますけれどもウルトラマンタロウはんかよく聴いてた気するなレコードでああまた実家になんかレコードがあってウルトラマンタロウの歌があったっすよへえそれ曲聴いてた気するジャケットというかあれかっこいいんじゃないですかまたれがジャケットは覚えてないななんかもう裸でこの レコードが置いてあったような気がするけどな、覚えてないな。あのゴジラのまた B. G. とかも、もうシンプルだけど。うん、もうわかるさすぐ、まあもう本当にあれは、なんていうか、もうゴジラですよね。あれが流れてきたら、もうゴジラってわかるじゃないですか。わかるわかる。あ、これすごいよなと思いますね、やっぱりね、うん。でもあれじゃん、そのウルトラマンこそウルトラマンってすぐわかるけど。うん その今流れてる「レオとかタ「タロウとか「タロウは分かんのかな、うん、とかはあれこれ「ウルトラマン」なんだっけみたいな感じじゃないのああ<ー>イントロだけ聞いてもなるほどなるほどなるほどすぐ耳には入ってこないっていうかゴジラかい今度これも定番ですかまた新しい映画やってんでしょえっとね「ゴジラ」あ「新ゴジラ」ということで、うん、もう公開されてんのかなわかんないそうみたいですねちょっと見たいんだよなあれ日本対 まあゴジラということで<ー>現実対虚構みたいな。ゴジラの作品ってどんぐらいあるのかね。かあのハリウッドでもリメイク何本もされてるでしょうんうんうん。面白かった。うんなんか昔のゴジラこそ見たことはありませんけれども、うん、ちょっと見てみたい気するね。そうだね。まあ今回日本が舞台なのかな。うん、なんかそういうことでしょ。ね。多分ね。いやーこれちょっとね見たいんですけれどもね。うん、1954年にまあ第一作が公開されて、はい。 まあ半世紀以上にわたってまあ制作されているまあ怪獣映画っていうふうに紹介されてますけどね。あゴジラなあ,あんまり現実離れしすぎてよく分かりませんけれども、うん、遠くで見たいな遠くで遠くで歩いてるゴジラは見たい、うん、<laughs> そんな遠,遠目でいいんですか遠目で遠目でいいで近場じゃなくてね近場は怖いあああああ踏まれる可能性があるじゃないでもすか。な さん一個ちょっと大喜利出していいですか大喜利この BGM に載せてはいはいはい、はい、大喜利ですからねはいゴジラが唯一踏めなかったものは何えっ、ー、ゴジラが踏めなかったものは何はいはい自分 <laughs> <laughs> あなるほどねなるほどね <laughs> やんなくていいんだよ分かんねえんだよ <laughs> ラ,ラジオなんだからそれ <laughs> あなるほどねなかなか大喜利うまいっすねあなたもね俺大喜利とかめっちゃ苦手だよ本当に <laughs> 自分考えて考えて自分 <laughs> 出てこない自分あ,すませんあなたに痛烈なボケを期待した僕もバカだったのかも分かりませんけれども。<laughs> 結構俺は面白かった違う大喜利よクイズ番組だと勘違いしてるわけよ正解用としてるっていうか <laughs> ボケなんてクイズで答え,ちゃ答えて俺受けてるわけ恥ずかしい俺。<laughs> <laughs> もう何やんバ何ですかちなみにだからせ正解ないの大喜利だからボケてほしかったなあそういうことですねちょいちょい出していきますからね今後もはい、はい、よろしくお願いしますいやー怖いなー、はい、だこの辺やっぱり芸人さんとかってね頭の中にいて早いですよね <laughs> やっぱバババーンと面白いことが出るわけですよ、まあ、さっきあの人工知能の話ありましたけどはい、はい、大喜利ってなっても、うん、このスパイスの効いた返しでできるんかな いや情報はすごいですよ、情報量すごいですよ、できるか !?1 テラ3テラとかね、そのあるかもしれないけれど、大きさが分からないけれど、そういう人間の要は、日本人特有のわびさびだったりとか、空気を読むとか、その辺もできるんかね、ちょっとあとで確かめてみようかな、俺、シリに。CM 中でも聞いてみるわ、さっきのお題を。 まあちょっとまあまああ時間あればねちょっとやってみたいと思いますけどもさあメール紹介していきます、はい、青野軍団さん、えー、プレゼントの応募とかで当たったりしたことあるけどさ、うん、宝くじ当たったことないかや、うん、俺なんか長女おばさんは宝くじ毎回1回だけ買ってるみたいだっけあ一1枚だけか1枚ね、うんうん 1> えー、この1枚で1万円3回から4回当たるってばすごくないということで。 何それえー、ちなみに俺が一番当たって驚いたのは2年前に、えー、コンビニのチキン35日間、うん、毎日10本もらえるカードが当たったわけはなに,なになに？三 ?35 日間毎日毎日10本もらえるカードもう350本もらえるってことっていうことでしょうね何それ えー、コンビニのチキン10本って夢でしかないやんにということでなななない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 、えー、合計350個あ死ぬまでに何個食うかわからんけどて県内でトップクラスで、えー、コンビニのチキン食べてるはずよということでうわーこれすごくないすごいですねいやだってちょっとしたパーティーできるっしょ、うん、ああそっかそっか あの、お土産とか、チキン買って持っていけるっしょ。ああ、ですね。ええ、すごいなまあ軍団さんは骨も一緒に食うんでしょうけどね。あ、そう。バキバキバキ。バキバキ。れれ、れれ。お前、これ完全にバカにしてるだろ。俺もちょっと今言おうとしてたけど、やめたよ、や、なんか。危な。イメージしちゃったんですよね、ゴジラだったんですか。シンゴジラならぬ。ならぬ。 深夜ゴジラだったんですか。分かりませんけど。<laughs> <laughs> あ、それは俺は、俺はちょっと触れてないですけどね。僕、ね、もう何のことだか、さっぱり。<laughs> <laughs> 分かりませんけれども <laughs>。いや、でも嬉しいですね。十 <laughs> <はい S 2> 本も、俺、一本でも嬉しいけどな、俺。ねえ、えなんか、ちょっと当たったら嬉しいよな。<う>なんか思わぬところでね。<う>景品なんて、まず、応募もあんまりしないからな。よく、その、何。なんか、応募生活みたいのあるでしょあ、検証生活かあ。そう、それ、それ、それ、はい。そういうの、ちょっとや。っ してみれば良かったなと思って、ね。実際ある。なんかね。やっぱあんま送らないのかな募集かけてはいるけど、わからん。うん、あのー、なんかあれもらってたよ。あのー。自分弟いるんですけど、<う>えっと自分があ弟が小学校の時か、自分が中学校の時ぐらいに、うん、なんか、あのー、週刊誌の応募、うんうん、になんか出してもらってましたよ。うん、ゲームのなんか？えー あのー、毎週発刊される「ジャンプ」とかマガジンとかに今もあんのかなちょっと分かんないですけどその何名に何が当たるみたいな検証があってそれなんか出したら当たったぜみたいな自慢してました、うん、あそうですか,、うん、か意外と当たるのかも分かるんない<ー>友達のねね車当たってたかなええー、びっくりしたよや またそいつが金持ちだわけよ。あ、そう。うん、うわー、お<前>バランス悪いな。お前みたいなもんがこんなことするからお前あれだろうっつって。<laughs> 下切れましたけど。<laughs> そいつが当たったわけでも何でもないんだけど。いやでも車ってことは新車ってことでしょう、ね、そうそうそう,そうへえ<ー>。いらんけどなーみたいなこと言ってた。あ、そんなこと言ってた。<laughs> しゃあない。でもやーって,言ってた。<laughs> <laughs> せめても抵抗ね持てる限りの文句言ってやりましたけど集まるところに集まるようになってるんですかね当たる人当たるわけよ何が違うんかな清い心かな日頃の行いとかですかねどんなですかねまああなたどっちも持ち合わせていないようですからちょっとあれですけれども多分ね当たることに関しては日頃の行いじゃないと思うよなんですか当たった後が日頃の行いだと思う当たった後 当たった後のその人が日頃の行いだと思う。はい、ち,ょちょっと名言っぽいんじゃないちょっと何言ってるか分かんないですけど。<laughs> 本,当 <laughs> 本当に分かんないですけど。<laughs> 何急に喋り出してんの、こいつマジで。<laughs> 何が名言よ、いや <laughs> はや、あ、は全然分からなかった、本当に。<laughs> <laughs> じゃねえんだよ <laughs> なんどういうことそれ <laughs> いやいやまあこれはね<ー>えそんなに深くは言いませんけど言わないんかい、はい、あそう、あのー、そういうことですよあそういうことは <laughs> そうですかもう確率ですからね <laughs> 言ってもねまあねいっぱい出せばそれ当たる可能性もあるんだろうけど、うん、このさっきの何、えー、とどなたかのメールであったような青の軍団さんかうん 1>, そ1枚買って1万円が何回も当たるとかいやさもうこれこそ何か何かあるとしか思えんよねなんかその方がなんか運的な感じはするよねまあそうねくじ運的な感じは、うん、あるするする1枚だけってすごいな運が強い人多分考えたら無敵だぜ本当になあ、うん、引きがめっちゃ強いよな強いと思うよめっちゃ並んでてから前後によ、うん、何十枚何セットいくらとかでお会計何万とかっていうね会計が前後にいる中1枚 一枚だだけっていうことでしょだからねすごいですねまあいろんな人いますね本当にね。さあということで今日のテーマは「くじ運」でメッセージをまだまだお待ちしています。 さあ4時もエンディングが近いですけれどもあの今日の朝刊にもね掲載されていましたが、うん、妻夫木聡さんが、はいえーま、結婚ということでねそうらしいね女優の舞子さんという方とお互いの所属事務所を通して、えーま、連名で。 まあ発表したということらしいですけどね。うん、いやおめでたいことですね。うん、まあ妻夫木さんはその沖縄にゆかりのある映画の中にもよく出演されてる方なので、うねうん、あの応援したいですね本当ね。ねえ妻夫木さん三十五歳でまた女優の舞イさんが三十一歳ということで、うん、まあ婚姻届は後日提出するということらしいですね。うん、ああいいですね。なんかねあの妻夫木さんがこのマイさんをこう映画で 見あ一目惚れをしてってっいう<ー>一目惚れ婚っていうのがなんかね出てきているらしいですけどね。なんかちょっとやっぱりそういった芸能人の方々の結婚のおめでたいニュースなんかが流れると、うん、ちょっと驚きの反面ちょっと嬉しさもあるよね。うでよって思う時もたまにあるけど、うん、ありますけれどもまあ基本的にはおめでたい話題はいいなという,、はい、と,いうところでしょうね。まあこれででね、あのー、やっぱりり沖縄にゆかののある方なので、うん 奈良ソースももちろんそうですけど、ね。ウェディングとか披露宴とかね、うん、沖縄でとかだってすごいじゃないですかねう。ちょっと夢があるなそれな。<ー>また流装なんかも似合いそうな顔立ちしてるしね。そうだね。うんうんうん。ぜひぜひなんかそういった。 何かまた話があればね、はい、ニュースが流れてくればちょっとご紹介したいところですけれどもね、うん、ええー、まあネットの話題からねめでたいニュースをお届けいたしました、はいうん、さあアジクルターラジオ四時ではこの辺でエンディングの時間ですこの放送はお母さんの幸せそれは家族の幸せアイレディスクリニック株式会社ティーダカンカン不動産の提供でお送りしました四時のエンディングはくるりでハイウェイ さあ5時になりりまましした8月5日日週末金曜日アジラジラおお届けしております今日の番組のテーマはくじ運です。まあ、くじ運がいい悪い とかね九時、うんえー、に関するいろんなメッセージをお待ちしておりますメールは761 at mark fmcoza.jp 761 at mark fmcoza.jp でお待ちしていますあの昨日、えー、夏の高校野球の、はいえー、抽選会が行われまして、うんえー、まあそれももちろん九時だったと思いますけれども、うんえー、金田高校が前橋育英超感見たんですけどね 前橋のその、えっと、あ、それどこ群馬かどこ群馬。あ、群馬か。えっとね、来週の木曜日。あ、木曜日。11日。あ山の日だ。山の日。今年から始まった、きゅあ、花日だね。そうですね。あ見れますね。第3試合ということで。第3試合 ?2 時30分予定です。<laughs> あ、そう。はい。<laughs> あ。 はいはい、あじゃあ、アジェラジ中に結果出るんじゃないもしかしてかもしれませんね。ねえ。うん。ああ、残念ですね。うん。いたしかたない。確かそうですね。はい。で、<ー>この前橋育英なんかも、また、えー、関東大会かなうん,うん。横浜に対して5対1で勝ったという。は<ー>、まあ。これ5月の情報ですけれども。強いな。新チームになってからね、しばらくの大会なのであれですけど。はいはいはい 高校野球は楽しいからな今年はちょっと他の他県がどこが決まっているのかまだ全然見てないんですよおなるほどちょっとトーナメント表決まってから見ようかなと思って、うん、で見てちょっと調べたいですねどこが来るのかまあちょっと本当になんかもう名,名のある高校ってもたくさんあるんだけれども、うん、なんかねちょっと嘉手納の対戦相手も気になってたんだけれどもはい やっぱねちょっと注目こうまた調べたいですねおお<ー>、うん、ちょっと楽しみですねちょっとうまく言えなかったけど今、うん、まあ行ったらね、うん、横浜高校だったりとか横浜も,も出るの今年出ますよああ出るんだはいああ来たかはいはいはいいいですね万波選手っていう選手がいて、はい、お父さんが多分外国の方でお母さんが日本人だったと思うんですけどハーフだ1メー,ー9 0ぐらいあってでか ちょっとこうお声みたいなそんな感じのタイプの子なんだけどもう1 3 5ー近くのこの何て言うのバッティング飛距離っていうか上半身はまだ出来上がってないらしいんですけど下半身のこのバネとかこの辺もすごいらしくて。 毎年やばいのいるね。バッターもいるし、ピッチャーもね。うん、ピッチャーで、まあ、今年のビッグスリーって、なんか呼ばれてる注目の選手みたいで。あ、いらっしゃるんですか。いらっしゃるみたいですよ。もう、今高校野球すごいからね。150キロ近く投げて。ね、それをまた。 ホーームランにすするるバッターもいいますからねいるんだよなった、ね、でもね毎年やっぱりこう見ていきますけれども、うん、ピッチャーがすごいところは確かに勝っていくんだけど、うん、結局優勝を持っていくところって打つチームがー、ね、勝つ気がしてね総合力ね総合力で、うん、だからまあピッチャーなんてねやっぱりもう毎試合一人で投げる人もいらっしゃいますけれどもやっぱどうしても回が進んでいくとどうしても負担かかってきますから。うんうんうん そこら辺じゃやっぱチーム力の高い高校をちょっと探して応援したいかな、風、ま、間、あ、を応援するのはもちろんですけれども、ちょっと楽しみだな、えー、っといつからスタートですかえっとね、日曜日から、あ日曜日から今週の、ねはい、7日ね、オリンピックが明日の朝、えー、8時ぐらいかな、うんえー、開会式あって、始まってで、その翌日は高校野球。うわちょっと来週からしばらく、あれですね。<laughs> <laughs> ちょっとスポーツ紙から目が離せないかもしれないやっぱりね <laughs> 見ちゃうんだよなオリンピックもなんだかんだ言って<ー>体操が気になるんですよあ日本代表内村航平率いる体操チームがせめてちょっと団体で金が、ねうん、取れればなあというところなんですけれど、うんまあ、ちょっと今年はもう選手もいいんでね、うんえー、期待したいところですけどねねそうですねあとはバドミントンね。 なるほど、うん、女子もねやっぱこう強いと言われてますからねそうそう今度出るあのチーム2人はちょっと名前ちょっと出てこないですけれども、うん、世界大会で優勝してる2人ですから、ねあ,あのー、あれだダブルスだそう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 はい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 、はい、あそう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 あうそ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 そうそうそう 陸上もやっぱり楽しみっちゃ楽しみだし陸上ねボルトとかの、ね、活躍もそうですけど日本人選手なんかの桐生選手とか10秒の、ね、壁を打ち壊して9秒台とかね、えー、その辺も出てくれたらまた。出ればもう日本人初ですからね。うん ちょっと楽しみ多いよね。あのラグビーか女子ラグビー？桜セブンズ。桜セブンズ。沖縄でなんか合宿やってたらしいな。そうなんですよ。読みタンでね。読売タンか。やってまして。まあ僕もね取材させてもらったんですけど。あ、そうなんだ。だからねこの七人制になってますから、この辺ね世界とどんな風にこうまあ違いがあるのかもね。ね見てみたいですね。近年やっぱりその女子の活躍が非常に目立つよね。うん。あのなでしこジャパンから始まりその。 女子の日本のチームは世界に通用するチームなんだぞっていうのが非常に目立ってきてますから、うん、なるほどちょっと期待したいよねそういうところではね,そうですね女子を応援したい、ね、はい、はい、さあ、えー、メールも来ておりますけれども、はい、ラジオネーム青野軍団さん、はい、先ほどあのチキン10本もらえるカードっていう話がありました350本や、うん、最初にコンビニに買いに行く時に、うん、もらいに行く時に本当にもらえるか 半信半疑でからさ。いや、そりゃそうだろうな。<laughs> まあな、聞いたことないもん、そんなの。お客さんがいなくなるまで待ってからよ、うん、もらいに行ったわけ。毎回同じところで変な朝ね、だから毎日違うお店に行ってチキンもらってたわけよ。<laughs> したらさ、コンビニの店員が、うわこれって本当にあるんですねって甘くまで言われていたな。<laughs> <laughs> で、いつか、えー、いつも行くコンビニでは、顔虫ムシだからさ、うん、店長さんが準備して待ってたってば。ああ、いいね。さすがによ、毎日100円から、フリーザーに入れて食べたい時にチンしてから食べていたな。ちなみに、これで3キロ太ったってば、ということで。<laughs> なるほどね。あいいですね。あのわかるな。この、同じコンビニに毎日10本買ってたらよ。 ここのデブみたいなこと絶対言われるな <laughs> 思われいや言われる思ちゃだからまあ,まあこれ、まあ、軍団さんのちょっとあれなんでしょうけども、うん、気使ってねいろんなところで買ってたみたいですけれども、まあ、店長さんが知り合いのところはねいいねでもねいやでも本当にさ半信半疑になるだろうないや気になるな信じられないよな一本とかだったら、うん、許容範囲さ常識の、まあまあ、まああるだろうなぐらいの、うんで10本って。 <laughs> 店員さんが「うわこれって本当にあるんですね」って言うわけ <laughs> <laughs> 見たことないっつって <laughs> まず10本ない時あるからなコンビニはああまあ売り切れてしまってねああいいなちょうどこの時間帯ぐらいじゃないですか<ん>いやさしてからそうね、うん、3時じゃもう終わってそろそろ仕事の終わりが見えかけてきた頃はちょっと小腹が空いてくる時間帯ですよねそうなんですよね、うん、チキンが美味しいんだよなまた。 こういう時にチキンの差し入れがあったらねあ嬉しいですね嬉しいなこれ向こうのメッセージですかいやいやそんなことはないですよ10本とは言わないですよあんなにヘッドホンの紐もいてからなチキンを持ってる気でいる何の話やかこれ MJ さんゴジラが踏めないものそれは譜面まあ楽譜山田君座布団一枚ということではい どうすか首ですねわ <laughs> <laughs> かりませんけど何をどこに対して首にするのかわかりませんけどえー、ロマンスの殿様さん <laughs> はいはい噂によると木曜10時のエロラボの時はアジラジよりもテンションもいろんなとこも盛り上がってるらしい正規モーリーディスナーの皆さんジャンボ <laughs> ジャンボくじうんだろう普通かなっていうか1宝くじとか買わんからよ <ほう S 1> 昔高校のの卒業式の打ち上げで あギター当たったのはあれは思い出に残ってるくらいかや。へ<ー>っていうかわった嫁の方があるはずんななん去年は会社の忘年会でネクサスのタブレット当たったしよう、うんえー、ジェットスターからクオ・カード1万円分最近当たり寄ったしよう<え>はもうそのカードでさ5000円分くらい買い物させてもらったな持つべきものは苦人いい嫁だなということで。 ままあ、その近いところにくじ運がいい方がいらっしゃればおこぼれに預かれるとあなるほどいうことですな。うんうんうん。あな<ー>。うん、なるほどね。いやでもねロマンスの殿様さんはねくじ運どころかなんもないと思いますよ。なんもない若干もう髪の毛にカビも生えてるんでしょうね <laughs> 分かりませんけど <laughs>。 あんまり大きな声で言えないですけどいや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  <laughs> ラジオマイクでボリューム上げてますからね <laughs> 上げてるからなんなら僕がカフ上げてますから、ね、やめろやはい<ジ> <laughs>、はい、ありがとうございますあの運がある時って<の>人に触れてはダメというかえそんなの聞いたことない本当にそれ運が逃げる的な話そう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 ああそうあ じゃあ逆にその運のいい人にくっついていったらおこぼれもらえるみたいな,なんかそういうのもあんのかね,かねその目線からいくと、うん、やっぱりこう勢い乗ってる人のところに行くと自分もねあーまあレールに乗っかるじゃないけれどだんだんよくなるとかよく聞くさ確かに流れが来てる人の近くだと仕事がはかどるときあるのはあるよねうん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 ああそういうことかでそれでこう月が落ちちゃうとかねなんかいろいろありますよね当の本人からしてみればね、うん、持っていかれたみたいななうん あるかもしれないなさあ今日の番組のテーマはご時代もくじ運でお送りしたいと思いますさあラジオネームロマンスの殿様さんからいただきました前川主権さんのリクエストでゴーヤーでゴー さあ、5時15分になっています。FM 小座スタジオから生放送ですけれども、ちょっと330がですね、今、渋滞しておりますね。うん、そうだね。小座十字路方面から、小屋向けが、えー、車がちょっと多くなっております。うん、あ今日金曜日ですからね。そうだね。もう夕方、この時間帯ですから、これから少しまた渋滞も始まってくると思いますので、うん、引き続き安全運転でお願いできればと思いますね。はい さあここでちょっとエイサー、まあ、イベントのお知らせなんですけれども、はい、8月6日7日、うんえー、明日あさってはですねエイサー夏祭り in 子どもの国と題しまして沖縄子どもの国の方で、えー、エイサーのイベントが行われていくということでございますー、はい、まあエイサーナイト自体もね、えーうん、先週で先週土曜日で終わっちゃいましたのでああそうですねお疲れ様ででしたねまあ じゃあ次はもうね全島エーサー9本をっていうところではありますけれどもうん、うん、まあその前に明日明後日は子供の国の方でエーサー夏祭りが開催されていきますまあ、沖縄市の青年会もたくさん出ますからねはい。うん、もうエーサーシーズンだからねうん。まあ沖縄市ではもうどこ行っても毎週末そういったエーサーが見れる舞台環境があるんでしょうけれども、うん まあ、前途 A さんもいよいよ日が迫ってきたね。はい。そういった意味ではね、今月末26,7、8ですからね。6、7、8ですね。うん。はい。楽しみだな人いっぱいでしょうね。多いと思うね。うん。 だからまあまあ、近くで見れるからね、戦頭、うん、の場合は、うんうん、このエイサー、また雰囲気なんかも味わえるし、うん、結構、県外からいらっしゃる方も多いようで、<ー>エイサーを見にねうん、うんで、やっぱりその全頭エイサーという舞台は、一堂にやっぱり沖縄市内、また市外であったり、そういったそのエイサー団体青年会の演舞が見れるっていうことで、やっぱり注目されてるみたいですよ。うん、そうです、ねうん、えー、今年は第61回の大会ということでございますので。うん また猫のラジオを聞いてい皆さんもですね有料スタンド席のチケットの販売等もね行っておりますのでこちらもよろししくお願いしますさあ昼間の奥さんからいただきましたはい、えー、チキン350本、うん、青の軍団2年前の話、えー、友達してたよね <laughs> 5本くらいは火星しおったのにな3キロ増量か膝痛いでしょう8本くらいはういうとい <laughs>、はい、はい、なんで その大事な話をしなかったんだという、そうでしょうね、えー。昼間の奥さんさんから青の軍団さんへのクレームということでよろしいですかね。シェアできたんじゃないかということでしょうね。三百五十本一人で食べたばということですね。うん。でもいい考え方ですね。あの冷凍庫に入れて、うんうん。で。 食べたたたいいいいいい時にチンするみたいななやいいと思う思うつかなかったもんだからねコンビニのチキンっていうとだいたいその場で食べちゃうから、うん、それ10本もらってもなっつって、まあ、僕さっき差し入れとかなんだかんだら言いましたけれども、うん、そう考えたら日持ちしそうだしね、うん、なんかそういう、まあ、その昼間の奥さんさんにちょっとおすそ分けしたりっていうのもあったんじゃないかなとは思いますけどねなるほどなるほど、うん、実はね実はねもうこれぐらいにしときましょうかね <laughs> 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 さあということで、えーまあ、今日9時運ということですけれども、はいえー、皆さんの9時に関するいろんなメッセージをまだまだお待ちしております。ーメールは7 6 1ク f m コザ j p 7 6 1ク f m コザ .jp でお待ちしていますさあ,あのオリンピックとかね高校野球の話題もありますけれども、はいえー、メジャーリーグ、うん、前田健太がですねえー、今日登板いたしまして。お 5回3分の2を投げました。うん、4安打2失点にまとめまして、今季10勝目上げております。ーすい,いやー素晴らしい活躍じゃないですか。あ<の>10勝上げてんの？日本ピッチャーではですね。うん、メジャー1年目の二桁勝利は、まあ田中マーカン以来のことだということですね。はいはい、そうなんだ、うんあ。結構いるからね。なんか10勝ってすごいけど、うん、もっといるかと思ってました。 そうか最近めんな最近っていうかメジャーリーグの情報は疎いな俺はあ本当？んあんまりニュース<う>ニュースぐらいでしか見ないからねもう毎日チェックしてるやつやなんかあなた好きですもんね BS で見たりとか朝 BS で朝見る もう結果わかってるのにを <laughs> 一郎でないかなって待ってたりとかしてる。<笑><笑>あ一郎はどうなの？三千本安打いってんの？まだねあの足踏みしてますね今ね。まだ残り二本みたいな状況なんだ。うんうん、あそうか先発で出た時もあったんだけどね。そうなんですよね。ノーヒットで終わってそこからちょっと進展なしってところですか。うん、あ楽しみだねまたそういったニュースも流れてくると、うん、明るくなるんだけどね。そうだね。はい。うん、そして、えー、昨日の話題では西ー対 えっとねソフトバンクの試合ということではい、はい、ソフトバンク東山、うん、西武が田畑おおあそうだったんだもうドラフト1同士です言ったらねああは,はいはいはい投げ合いまして、うんえー、3点でまとめた東山に軍配が上がってああすごいなあんか高校野球の時から見てるからねうん なんかちょっと応援はもちろんしたいよね。どっちもしたいけどな。うん、なんかちょっと歯がゆいな、これな。うん、なんで出身者2人当てちゃったんだろうな。火 <laughs> ずらせよなっていう話なんだけどまままあまあ、まあその応援してるチームのねまた勝利がまたファンにとっては嬉しいんでしょうけれども。そううでしょうね,ね、はい、まあ今日もプロ野球ありますので、はいえー、今日はですね広島対巨人。うん ヤクルト対阪神 d n a 対中日、うん、ソフトバンク対日アム、うん、楽天対西ブ、オリックス対ロッテ、うん、ということでもうあれだね日アムとまたソフトバンクも直接対決、うん、広島と巨人も直接対決と、ね、広島は、まあ、今何ゲーム差ぐらいなの今ね結構ね縮まってきてるんですよねまたねえー、っとね6.5ゲーム差あもうそんななってんだそうなんですよ 一時はね、10ゲーム以上離れてましたけどね。ねうん、えー、あ,あそう。あれ、直接対決で負けたりしてたんだっけっていうわけではなくまあ、それもあるんだろうけども、ちょっとこう広島ね、負けてしまって、ああでも巨人もね、だんだんとこう安倍の活躍だったりもあって、ああそうまあそう、ね、上がってきましたからね。まあそうか、ちょっとそのこのまま逃げ切ってほしいけどな、うん、でも6.5でしょうん、今、8月でしょうん。大丈夫な気すっけどね。 6.5だから10月までは持つんじゃないわかんないけどなの,な,いまあなので巨人としてはもう今日はもう是が非でも勝ちたいみたいな、うん、あるでしょうね。うん、ここでちょっと、まあ、何連戦か分かりませんけれどもそこでちょっと縮めておきたいというところなんでしょうな、うん、あ頑張ってほしいな、はい、さあそして、うん、えもう一つスポーツの話題ではあで、ねはい、明日かな、うん、え日本代表対韓国戦ということで女子バレー。 オリンピックの言えば初戦ですかね。日本代表には、ウルマ市出身のザヤス選手もいますけど、そのお日本代表の試合をミュージックタウンの3階のホールで、うんえー、パブリックビューイングしようということで、夜9時頃からだと思いますけれども、はいはい、入場無料ということで、うん、たくさんの皆さんに足を運んでいただきたいという情報がございます。は そうか、県出身者がこうやってオリンピックに出ると、うん、パブリックビューイングが生まれるわけですかそうですよ。いや、いいじゃないですか。うん、女子バレーね。頑張ってほしいね。韓国戦ですからね。そうだねまた。なんかその、ちょっと因縁的な対決よくあるな、韓国とのな、まあ。韓国もまた韓国で燃えるんじゃないですか、逆に。<laughs> 燃えるんだよな、あいつらまたな。 あそう女子バレーも頑張ってほしいね、来週はね、はい、ちょっと残念でしたけれども、うん、その分、女子がまた踏ん張って、オリンピック盛り上げてほしいですね、バレーをね。はい、うん、さあ、ツ、え、イ、ー、そスの皆さん、いかがですすかはい、えー、っとそうですね、えー、っとたくさん見ていただいているようですけれども、えー、割愛させていただきたいと思います。<laughs> 金曜日はもうそういういいのが多さっきねじゃ一1個だけテントウさんが巨人、はい、の話でちょっとメッセージ、はあ、あの CM 中にちょっと読んで笑ってたんですけれども「今日のテーマで思い出した話『テントウがんばろうかい』さんからですね、はあはあ、その昔サッカーくじのトトで2頭を的中させたことがあってさ<お>友達と出し合って勝ってたんだけど 2>,、うん、2頭といえば数百万円の統制金額が常で2人で大興奮。 ただ翌日新聞で確認するとまさかの当選金額が1200円程度えなんで、うん、と思って確認するとほぼガチガチの鉄板試合ばっかりだったため、うん、その当選数が半端なく多くてそんな金額の割り振りになったようでとまさにぬか喜びだったなというメッセージを四時台に頂い,いてたんですけれども、うん、そんなことあるんだなと思って2投ってね、うん、まあまあ期待する金額ですよね。 ちょっとその何試合あってその何個当てたら2投なのか分かりませんけども、うん、当たったら数百万円がもう大体そのぐらいの当選金額だったのに、うん、その回だけはたまたま鉄板試合重なって1200円っていうまあみんな予想できたってことでしょうねそんなことあるんだなと思ってね。<ー>うん、ってことはちゃんと考えて、うんえー、提出してるってことか勝った人はあそういうことだね、うん、当てずっぽとかではなくて。 手ずっぽでうで回想だけどないやもう大変だよこう予想するのってねこう点数とかを <laughs> だからまあ天童さんとかそのトトを買ってらっしゃる方々はあなたが野球好きなようにサッカーを毎日チェックされてるわけです、うん、なるほど BS で見て BS でやってないかまあでも <laughs> 欠かさず映像なり試合見てるってことでしょうねそう,そういうことですよね<ー>ああいいですねだからそのスポーツが好きでそれを応援しながらこういったその宝くじ的なものもその延長であるっていうのは、うん 楽しみが増えていいかもわからんね。そうかもしれませんね。はい。ありがとうございます。さあ、それではここで一曲挟んでいきたいと思います。えー、カルロス・トシキオメガドライブ、君は1000%。<laughs> 花風三光保育園プレゼンス未来課内さあ五時三十分になりました今日もやってきました未来課内のコーナーですこのコーナーは社会福祉法人人福祉会三光保育園花風美里保育園の提供でお送りしますさあ今日はですね、うん、えー、まあ子どもたちの声はないんですけれども、はい、改めて、えー、沖縄市の花風保育園そして三光保育園の紹介をですね、うん、していきたいなと思います。 あの7月の1日とかね6月の30日ぐらいから、えー、各保育園もですねプール開きというものをやってきたんですけれども,<ー>もうどうやらそんなそ、ね、プールもですね今月までということでそそうなのそうななのんですよあれ早くない月間かよく、えー、あ0歳児だったり1歳児だったりとか 2>,、うんえー、2、3、4とかねいろいろこうクラス分けでプールの日が決まっているらしいですけれども。 えまあ残り回数もわずかということでございます。でえー、先月はですねあの七夕の集会があったりとかあと夏祭りがね行われていたりとかもあったようですけれども、はい、またあの今月はですねまた今月で三千代保育園が、えー、今日かな消防出勤あ消防出動ということであの実際にこう消防がやってきて避難訓練が 今日行われていたということらしいですね。ま、そういうのもあるんだ。今まあ、なので、保育園もまたこう。自治会とあの連携とかしながら、うんえー、こういう場合はあのー、ここに避難しますよ。とかね。うんうん、それでこう場所を決めて実際にこう階段で登って行ったりとか。ま、何かにね。これからのことに備えて、えー、こういった訓練もね。行っております。はい、あ。 保育園の時にそういうのをやった記憶全然ないけどなそうなんですよね、まあ、せいぜい小学校ですよ、うん、なんか覚えがあるとしたらねいいですねいいか、まあ、小さい時から学ぶっていうのはいいことだと思うしね、うん、うんなるほど,なるほどさあそんな、まあ、子ども、まあ、保育園ですけれどもまずこの番組のあコーナーの未来叶えってあるじゃないですか。 はい、よく「未来いかない」はよく聞く言葉ですけど「まあ、未来かない」っていう言葉は言えば造語なんですねこれねああうんうんうんそうだね「未来じゃないもんね未来だからな、うん、未来うん えーまあ、この、まあ、意味としてははる、まあ、か彼方からの幸福と、まあ、未来へということで保育の理念が、ね、そういうふうになっているんですけれども、まあ、このカフというのが遠い海の向こうから、まあ、幸せをもたらすと言われていて、うん、子どもたちや保護者先生そして地域の皆さんとカフ三ミサ保育園に関わるすべての人たちが、まあ、ハッピーになって、うんえー、永遠に輝き続けてほしいという、まあ、そういったこう願いが、ね、込められております。 でえー、クラスごとの名前もですねオリオン組、ペガサス組、アリエス組、カシオペア組、フェニックス組などなどこういったあの星の名前が、ね、付けられているということでございます変、うんえー、わって、道ち保育園ですけれども、えーまあ、毎月、縁台よりというものが、ね、届いておりまして今月はですね えーまあ今日が消防出動そして、えー、来週が誕生会毎,週毎月の第2金曜日ということで、うんえー、こちらも行われていきます、えー、それ以外にもですねダンスのねあの先生がやってきまして子どもたちみんなでこうダンスをねお届けするというそんな時間もございますであと9月になってくると、えー、年長さんの対象になりますがわくわくデーということでこれ保育士の皆さんが考えてですね、うん えーまあ、お話なんかを、ね、してくれるということらしいですね。んなんか盛りだくさんだな、うん、やっぱいいんだねそういって保育園でいろいろ催し物を考えてやることで子どもたちが興味を持って参加するっていうのは親御さんとしてもちょっと楽しいんじゃない、うん、そういった縁頼りみたいなさ、はい、やつがこう発刊されて。 この配られるわけでしょうけれども、うん、そういった記事に目を通す楽しみも増えるしね、うん、子供たちの写真もたくさん載っているようですからこの縁だよりがね本当にう嬉しくて毎月僕らも実はこう楽しみにしていて、うん、あの普段んお家で見せないような表情とかあとこう子供たちと戯れている時の,あの無邪気な感じの,あの写真とかが収められていたりとかして,て、うんはいて。そうかそうかその 保育園の友達とどういう感じで接してるのかっていうのはやっぱ気になるところだと思うしな、うん、そういったのをやっぱり写真でこう報告があるっていうのはいいね、うん、毎日のね、あのーまあ、日誌というか、うんえー、そういうものもね、あのーまあ、保護者から保育園にでまた園からまた保護者に対しての「あのー、お子さんこんなでしたよ今日は」っていうのを毎日こうやり取りはするんですけど、うん、実際こう写真とかそういうもので見たりとかするとあっ こんな感じでいつも遊んでるんだなとかね、本当に一日中、この保育園でどんなことやってるかっていうのをこう見たいんですけどね、まあ本当に細かくね、仕事がりますからね見たいっていうのはあるんでしょうけどな、うん、なかなかね、い、うん、いいと思いますねえまあ今週は、えー、花風うみさ保育園ということで紹介しましたが、来週はですね沖縄市東原にあります、道ち保育園の子どもたちの声を紹介していきたいと思います。 未来かないこのコーナーは社会福祉法人人福祉会道場保育園花風美里保育園の提供でお送りしました。 さあアジジクタラオ生放送お送おおりりしております8月5日金曜日ということですけれども、えー、明日ねちょっとねキャンプに行こうかななんて思ったんですよんあーなんか聞いたよ昨日週末にねうん行くらしいねただですよ<え>明日の天気が<え>東の風曇り夕方から雨ところにより雷を伴い激しく降るでしょう <laughs> とということで <laughs> 雨模様なんですよえなんすかそれ家族で行こうとしてんのえっとまあ友達の家族とかね含めてワイワイって持ってたんですけどああそうですかキャンプなんてまた珍しいね一応キャンプ用品買ったんで、はあ、今年 <laughs> そ<う>先行で買っちゃったので <laughs> これも行くっきゃないっていうね。<laughs> あ <laughs> そんな形から入るタイプでしたっけ？逆算方法ですよ。<あ>逆算。逆算か。動かないんで。<laughs> これでもちょっと心配だな。まあ天気も去ることながら、あなたたちのキャンプっていうのはどうなるのかが非常に興味ありますけど、うん、まあそのお友達の方がねキャンプ慣れてらっしゃる方だったらいいんでしょうけども。多分不慣れですね。不慣れかい。<laughs> <laughs> なんで行こうとしてるんだそれマジで。<laughs> えー？あそう。えなのキャンプっていうぐらいだからそのテント持ってって。うん。 ねまあ、夜はそのテントで寝て海辺でやるのか山でやるのか知らんけど、うん、ど,どっちでやるのそれちなみにどこでやろうかな決まってないんか場所 <laughs> 場所決めとけよそれ, <laughs> れ明日だろう一応ね、あのーうん、とりあえず、うん、お家以外で寝るっていうところがまず一歩ですねあ、まあ、まずお家以外のところで寝る <laughs> 何なんだろうなそのキャンプまずはそっから始めてみよう的な試みあの不便さを楽しむっていうあまあまあ分からんでもないよキャンプならではのねその雰囲気あるからなうん、うん、ただね雨っていうのがね、うん、ちょっとこう気になってますねいやそんなこと言ってあれだよコンビニの駐車場とかでやるなよおおじゃねえよ <laughs> ダメだっつってんだったから <laughs>。 <laughs> 便利だろそれマジでいやもうねやった初日に大雨とか最悪だからねいやまあでも言ってもあれじゃんそれもう少し思い出になるっしょいやーこれちょっとねどうでしょうねそ,そういう問題ではないか <laughs> 雨の強さによってはもう変えるかってなるからね <laughs> 雨の強さによっては車で寝る可能性もあるしな雨漏りとかしてみもう <laughs> やばいよな あれキャンプなんて言ってもそんな楽なもんじゃないんだぜ、うん、僕も1回だけ経験ありますけどキャンプ用品全部持っててキャンプが好きな人にくっついていってやったから俺は何もやってないんだけど<う>あ大変なのテント張るの結構大変だった大変かめ面倒くさかった俺、うん、あのね張るのも大変だけど片付けるのも大変だった。 あーなるほどねあまあその人がちょっとこだわりすぎててちゃんと畳めよみたいなこと言うわけ畳み方知らんよやつう話で,、うん、でなんかそのぐるぐるこう巻いていってなんか棒状にしてそれを折ってみたいな,なんかあ,なあったんだけどそんなの寝起きでできるかやっていう話なんですよでまたまあでも夜は、ね、夜でその、まあ、ビールとか飲みながら何、うん、ていうんですかそのバーベキュー用のコンロほう ココンロっていうのああいうのを使ってその肉焼いたりね、うん、そのソーセージ焼いたりっつって美味しかったんだけど結構夜更かしもしましたけどやっぱそうなりますよねまあ楽しかったっちゃ楽しかったまあそういうふうに言えばちょっとこういつもと違うことをするとやっぱ思い出に残るんでしょうね天気をちょっと見ながら 行ってきてくださいよい。そうですね。行ったか行ってないかは、うん、明日の僕の facebook でわかると思います。屋内だったら <laughs> あやってないんだなっていうことで。 あなんか知らんがないけどあなたが焼肉屋で肉食ってたら熱惜しになったんだなと <laughs> いうことでよろししいわわけですか、ね、そうですす、ねはい、かかねねそうりましたどうですか、あの夏の計画、うん、8月ですけどいやー、実はねちょっと、まあ、8月は少し忙しいっていうのがありまして週末がもうちょっと重なってるんですけれども<う>仕事が珍しくビーチパーティーとか、ね、バーベキューがないんですよ、今年お なんかちょっとねだか僕から計画するのもなと思っててね今悩んでるんですよモアイのメンバーで大体いつもやってるんですけど、うん、まあやるってても僕らも真夏にはやらずに9月とか10月とか少し数字ずらした時にはい<ー>やるのがまあ常なんですけれども、はい、まあまあまあちょっとまあ1回か2回ぐらいはまたこれから出てくるかなって感じかなうん、うん、まあやりたいけどね、うん、夏の間にねあれじゃないもうアジラジのバーベキューを企画したらいいんじゃないですか <laughs> ちょっと待ってください <laughs> なんでこっちに投げてんですか <laughs> 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 それあなたが企画するべきでしょうよそんなもん <laughs> いや水曜日のねアシスタントからねもう、えー、プッシュありましていろいろねあのちょっと金髪のデブからですかそう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 あの子もなんか最近わちゃわちゃしたいみたいだからね <うん S 1> カラオケ行きましょうよ関さんカラオケ行こうとかしちゅうんうんうんあ行こうなとは言ってるけどもそうねバーベキューねー人数多いバーベキューってどうなの 人数多いバーベキューどうかなとも俺は思ってんの実は絶対誰かがカラオケがマシとか言うだろう <laughs> 言い出すだろう時間が来たら大体 <laughs> カラオケがマシ <laughs> <laughs> いやーこれキャンプに来て言うかってことなるんでしょ絶対 <laughs> まあでもねあのー なんやかやいってもええ日にちってあっという間に過ぎますからねまあそうなんだよな8月ももう始まったと思ったら1週間も過ぎようとしてますからねだからまあ夏なんてまああっという間なんですよでもあなたのキャンプもまあ夏の思い出的なので頑張っていただければと思います応援しますよそうですねはいえ MJ さんからもいただきましたはいさ MJ です自分苦慣悪いなでも宝くじで高額当選夢見てるよ一当たたっらあんんななこここととや いいいななこことととしたうで大喜利関ウルトラマンがじゅわとなりましたどうしてということでいただいておりますうんうん、うん、えー、あのフライパンをま素手で触ったから。 さあ素敵な曲をお送りしていきたいと思いますもうしゃべらんスカイズ・ザ・リミットで <laughs> 夏一番 <laughs> いいでですすねね、うん、いい夏っぽいですね、はい聞いていただきました「イラミナズ・ザ・リミット」で「夏2番」出したい新曲ですか出したいな「夏2番」っていうタイトルで出したいしかもソロでソロで,ソロで出したいハモの人もいなくいないなぶっちゃけアカペラかもしれんしな 入れとこうかな、このライブラリーに。あ、いいんじゃないいいんじゃないイラミナーズ・ザ・リミット。2> お<ー>夏2番、ちら書いてから。いろいよ。よ音声入れとこうかな。早速撮ろうもん。<laughs> なんでやがやる気出してるば。やろうやろう。やるかや。夏ーにー<笑><笑>お,おい、歌わがあぶ <laughs> な。怖さよ、こいつ <laughs> まあなあ。そういうのもありながらね。イミチョさんから追加していただいてるんですよ。はい。うちの嫁は。 どうせくじ買っても当たらんよって言うくせに「数、うん、で宝くじ買っている<あー笑> <laughs> もし嫁が当たったら俺の行く末はどうなることやらということで <laughs> いただいてますね <laughs>「数で買ってるなんで旦那に黙って宝くじ買ってるバツな話なんだけどよ <laughs> あるじゃないですか怖いよやいみッちゃさんへの見方がちょっとあれなんじゃないですかまた <laughs> 何がよやあのー、あんたが買っても当たらんよっていう感じなのかな あんたどうせくじないんだから、私に任せておきなさいと。そういうことですね。いや、こっそり買ってるっていうのはちょっとあれだな、気になるな。だからよ。買っておいたからねって言えばいいよ。うんうんうん。言ってないんだろ。シェアする感じだったらいいさ。まだな。まだ食卓に並べてからさ、一応買ったから、みんなでね、確認しようねってシェアするんだったらいいですけど。わかるわかる。ちょっとなでもあれだぜ、こうやって。 宝くじどうだったっつって聞いて、うん、ああ当たらんかったよ三百円だけさとか言って、うん、次の次の日のおかずデージ肉ニクグー出てきたらもうちょっと信じられなくなるだろう。<laughs> こいつ当たってるんじゃないかもしかしてみたいな。いやー怖いなーー。怖いですね。宝くじどう買ったりする？あもう最近買ってないですね。買ってないなー、俺も買ってないんだよなー。うんうん、うちもね実はイムチャさんのとこじゃないですけども、うん、嫁が買ったらしいんですよ。おお夏？ 最近買ったらしいって言ってたうん何枚買ったかは教えてくれないんですけどあそうですかじゃあもういみっちゃさんと似た方でしょうね多分ねそうですねまあ本当にに何かあると思いますけど旦那が買うとちょっと角が生えて自分が買ったけどそれはあんまりもうもうもう大きく言わないっていう感じですかそううですね多分どだっったたて聞いら 300円って言うと思います <laughs> まあいいんですけど <laughs> 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 当たるとどうなるんかな,なあ心配になるよないやそりゃもう夫婦なんだからさ「山分けでいいじゃないですか」って言いたくなるじゃないですか一応どっちが買ってもですよまあ僕買わないからあんま言えないんですけども僕がもし当たったら、うん、あ,のあからさまに変わると思いますよ あなたが当たったら。例えば自分でどうなるだろうなみたいなのはあるの同じ洋服を着ないと。あ、こいつまたこの火曜日になったらこの T シャツだなとかある人はなんか、この人、毎日着てると。あるあるある。それがない。ないば。 いややモデルかなん <laughs> <laughs> だわそれ <laughs> まあでもわからんでもないな <laughs> お金の使い方が雑になるってパンツも1回しか履かんみたいな話とかとかああいい,いい生活だなもうお気に入りしか置かない <laughs> 何がよく <laughs> 部屋の中のもん <laughs> ううのっていうふうに変化しそうですね変わるだろうなうんなので当たらないと思う僕は。 あまあそういう変な欲持ってると当たったらもうダメになっちゃうから無欲が一番いいらしいよ言っても僕らそんな物欲ないみたいなこと普段言ってるけど、うん、やっぱりね本当にない人はもっとないんですよきっとでしょうね、うん、だって蓋で押さえてるだけですからね言ってもねそうそう,そうだってその蓋開けちゃったらさあふ、うん、れ出るんだもん <laughs> あのもう閉まらなくなっちゃうファ,フ,ァジファンタジーな感じになっちゃうからね蝶々 <laughs> がっなっなるんですよ <laughs> <laughs> そんなに欲望を抱えてんのかお前らみたいな話なのけども まあそういうことなんですよだからまあ本当にもうなんか普段頑張って無欲なね、うん、贅沢もしないような方に当たっていただきたい俺は、うんうん、あなたみたいなもんに当たってほしくはないそういうことなんですよそうですねで洋服もし,、うん、もし当たったらちょっと怒ってるなんでもないやもうちょっとどころじゃないですよあそう怒るのはマジでマジマジ、うん、あれあのなんかあのコンビあ待ってよコンビケンタッキーおごっていやもうもうもうそんなもんあれじゃ、うん、あれですよ先々で怒るはずよ。 先々で怒る先々で怒る, <laughs> で起こる <laughs> あなたの口から先々で怒る <laughs> 初めて聞いたの <laughs> ええー、あそういや悪いねじゃんなんかねそれかあのー、<ー>まあどこでご飯食べてても5000円しか出さないはず<笑><笑>あ俺それ断るタイプですけど <laughs> 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 あダメ割り勘っつったら割り勘です最後にメッセージがえーえー、武蔵さんはい、えー、モーリーさんゆきさんこんにちはこんにちは 世紀、えー、さんセイキさんのキャンプにまつわるエピソードトーク、えー、ボケとツッコミの漫才みたいで面白かったですありがとうございますそんなのありましたっけ分かんないっす、えー、本日のテーマ <laughs> 夏の計画夏に計画はまだ立ててませんが、うん、ビーチに行って、えー、水着ギャルを拝見し目の保養したいですね、うん、真面目に言えば宝くじ高額当選をして家を建てたいです家ねうんまあ夢は大きく持ちたいですよねうん確かにねうん だなあまあ夏の間にビーチに行ってちょっと確かに目の保養はしたいかな俺もなうん、うん、宝くじ屋だったらあれしたいやつさもう金の時計とかネックレスとかもう20個ぐらいつけてビーチ行きたいやつさあちょっとこうやから的な感じになるんですか、うん、でそのネックレスを巻きたいねふわっつってなんでそのギ,ャルがギャルに向かって <laughs> キャーって逃げるんじゃないですか <laughs> 遠くからピピーって聞こえるはずな誰か走ってくるはずな帽子かぶった青い人完心にタックルされますタックルかい絶対んでよさあということでこの後夕方6時からはいそうですねこの後は「おねえからずのちむどんどんラジオ」始まりますこの後も FM 交差でお楽しみくださいはい以上ですかそうですねそんなもんでございますはいさあ週末金曜日「あじくうたラジオ」この辺でエンディングです 社会福祉法人人福祉会、道し保育園、花風三里保育園の提供で、味食うたうラジオ5時台お送りしました。ここまでのお相手は DJ モーリーと、イラミナ正キでした。また来週です。